俺はケンジ22歳、大学生だ。え、登るの？富士山？うん、一緒に行くか？私たち頂上の10合目まで登るつもりなんだけど。噴火とか大丈夫かな？噴火するわけねえじゃん。富士山が噴火したのは311年前だぞ。でも昨日富士山で低周波地震が発生したっていうニュースがあったよ。いや気にしすぎだよな。うん、何？男のくせにビビってんの？は、ビビってねえし、マジビビってねえし、やったるし。っていうかポテチ持ってく？ポテチパンパンに膨らむんでしょ？もち、俺富士山の頂上でピザポテト食うのが小学生からの夢なんだよ。いや、どんな夢だよ。君が胸を焦がすから夏が熱を帯びてく。そして僕は渚へと誘うナンバーを届けてあげる。淡い恋の端っこを決して離さなければ、この夏は来年より騒々しい日が続くはずさ。来たな富士山。っていうか見て、すでにちょっとポテトチップスの袋膨らんでる。ほんとだ。長えな、ちょっと休憩しね。いや早えよ。お、何この音？あれ、噴火してね。え、マジ？っていうか頂上から噴火するわけじゃないんだ。うわ、何この風？空振だ。噴火すると窓を割るような突風が吹くんだ。噴石、リュックで頭を折って屋根あるところに逃げろ。走れ走れ走れ。え、雪？違う、火山灰だ。後ろ見ろ、あんなに煙が上ってる。ハンカチを鼻と口に当てろ。さっさと逃げるぞ。火山灰はガラスのかけらのようなもので、目に入ると網膜を傷つけ、吸い込むと肺機能が低下する。この火山灰によって辺りは一瞬にして真っ白になった。どうする？とりあえず富士山の麓の家の中に隠れよう。あそこだ、急げ。やべやべやべ、なんだあれ、黒い煙が地を張ってきてる。急げ、早く早く、とりあえずここで耐えるしかない。閉めろ。少しは収まったか？みたいね。おい、ヤフーニュース見ろよ。え、火山灰は偏西風に乗り 100km 離れた東京上空にまで降り注いだ。昼にもかかわらず空は真っ暗になり、新幹線は運休した。火山灰を吸い込むとジェットエンジンは停止してしまうため、飛行機も全便欠航。火山灰が電線に接触して停電になり、信号機が止まるところも出てきた。被害総額はおよそ2兆5000億円。うわ、なんかもう週末感漂ってるな。お腹空いたね。なんかないか？食べ物なんて持ってきてんの？お、ポテチあるじゃん。うわ、見て、ポテチパンパンじゃん。ポテチパンパン。みんなでポテチ食べ比べしようぜ。出るぞ。うん。お、また、何これ、手伝うぜ。せーの。火山灰が降り積もってドアを塞いでたのか。おい、見ろよ、すげえな。今日の授業は終わり。また来てね。